柳谷小段寺は、落語家の名跡。当代は六代目。小段治とも表記。上方でも、桂小段寺として二代目まで確認されている。柳谷小、段治む縄文、県辺区へ六代目。柳谷小段寺11月23日体は、東京都出身の落語家。本名、吉田武治落語協会所属、出林、小段寺林。 東京都出身。10歳から、杉並区の剣道場大技塾で剣道を始め、剣道藩士、中村徳吉、全日本剣道選手権優勝者、中村太郎に指示。道場の先輩は、林家菊王。中央大学風俗高校で剣道部に所属し、東京都大会で活躍。同時に、ラジオ東京、素人寄せで講談を披露して活躍。 中央大学進学後も剣道部に入部し、広友和夫と交友を持つ。1965年の大学在学中に5代目、柳谷子さんに入門。前座名は、ぶすけ。1967年に、中央大学経済学部を卒業。1970年に、柳谷子さんた、三遊亭明生と共に煮詰め昇進。6代目、柳谷子丹児を襲名。 1979年に二代目、柳谷菊五郎、立花の家二十三3三代目八皇帝、春助、五代目金原帝、馬吉見、五代目鈴の家場勇と共に、新内に昇進。学習院大学落語研究会顧問、東京農業大学非常勤講師。剣道は七段の腕前で、東京都杉並区水月県友会師範。 東京農業大学オホーツク支部研誘会師範、静岡県灰原少年剣道クラブ名横問を務める。三遊亭歌詞、三遊亭恵窓だ岳、古今亭新駒、柳屋さん、優、柳屋さん、八、三遊亭遠流、昔家今松、古今亭新吾、金原亭馬之助、立花屋竹蔵、柳屋小縁次と共に同機会、落ち友社を結成している。 ありがとうございます。